MJ とのデートに遅刻だ。早くレストランに行かなきゃ。MJ とのデートに遅刻だ。今夜は全然喋らないわね。何かあったの？君の方こそ喋りすぎじゃないのか？ピーター、あなた最近ちょっと変よ。ちょっと大事なことを考えてるんだ。話しかけるな。家に送ってちょうだい。帰るわ。メリージェン、僕は。お願い、ピーター。そんなこと聞きたくない、ピーター。スピード出しすぎよ。怖いわ。ちょっと、ピーター、いい加減にして。ざまあ見ろ、あのバカども。二度と僕には逆らわないだろう。ピーター、どうした？当然の報いさ。一体どうしちゃったの？私もう家まで送って。今度からはタクシーで帰るわ。おい、ちょっと待てよ。痛いじゃない、ピーター、話して。 MJ、 その悪かった。僕おかしいな。その通り。元に戻るまではあなたとは会わないわ。それって別れるってこと？ごめんね、ピーター。とにかく今はダメなの。おやすみ。待ってくれ MJ。 どうしたんだ？彼女の言う通り、僕は変わった。この黒いスーツのせいだ。どこか一人になれるところで頭を冷やそう。あいつ何してる？
離れろ。なんだ、スーツが音に反応してる。あっちへ行ってくれ。邪魔だ。今あんたはこう考えてる。あの雲野郎をどうしようかってね。違うか？ならいい考えがある。じゃあ聞いてやる。なんだ？二人で奴を殺そう。おい、頼むからあっち行け。お前と話すと虫唾が走る。とっとと消え失せな。こいつはな、命令なんだよ。おい、カッカすんなよ。子供の前だぞ。ベニー。パパ、怖いよ。助けて。いいね。まるで映画の一場面だ。何をさせたい、化け物。俺が化け物だって？お前がよく言うよな。さあ、二人で殺す計画を立てようじゃないか。なあ、兄弟。ふう、ちょっと休もう。こういう時は僕のアパートが一番だ。この間、体力より頭脳と言われたけど、ほっといてくれよな。名前を真に受けるなよ。ただ、その技を見た者は地球が割れたと感じるだろうな。敵さんもすでに警察やらで忙しいのに、スパイディからアドレナリンアタックを食らうことになるとはな。私のボスったらかなり強烈なのよ。ご覧ください、正体不明の男たちによって警察は窮地に陥っています。考えると彼らを止めることは無理かと思われます。たとえスパイダーマンでも。ピーター。 MJ を助けなきゃ。工事現場へ急ごう。電車に次ぐ。救急車から応援要請。Thank you.
に会えて嬉しいわ。MJ を助けなきゃ。工事現場急ごう。MJ に何をする？ああ、パーカー。このスーツのことは無視か？そりゃがっかりだ。彼女を返せ。粉々にしてやれ。俺は用事がある。アリ、どうしてここに？お前を助けに来たんだ。いや、手伝わさせてくれないか。俺に、お前はひどいことをした俺を決して見捨てなかった。だから俺もこいつを探してるんじゃないのか。彼女から離れろ。お望みなら。Thank you.
方が上だと思ったけど、ようやくそれを証明する時が来た。お前のことはよく知ってるんだ。ちょっと俺の裏をかきな。奴を放り投げてくれれば俺がやる。おいおい、せめて一戦交えようぜ。こいつは僕に任せて、MG を助けに行ってくれ。ハリー、小さな女の子もさらわれてるの、トランクに入れられてるわ。いたぞ。ハリー、二人を避難させて。フェニー、あいつだ。あいつがお前の娘を殺したんだ。娘だって？俺が気をそらすから、その間に爆弾を投げろ。こっちだ。ヒーローの最後を遂げさせてやろう。そんな少量の糸じゃ無駄だぞ、小僧。
もらうぞ、サンドマン。アリフェアにやろうぜ。一対一の勝負と行こうじゃないか。ゲームはここで終わりだ。やるよ。もう飽きてきたよ。何か別の動きをしない。
ベニー、ありがとうスパイダーマン。すまなかった、お前と戦いたくはなかったんだ。だがベノムが手を重ねば娘を殺すと言ってな、どうしようもなかった。ペニーは無事だった、それでいいじゃないか。これはハッピーエンドなんだろう。悪を倒し、家族の絆と恋人を守った。でもことはそんなに単純じゃない。スパイダーマンでいるには代償が伴う。僕は今日一番大切な人を失った。そんな僕を支えるのはベインおじさんの大いなる力には大いなる責任が伴うという言葉だ。ヒーローは確かに必要だ。だから苦しくても僕は戦い続けるだろう。みんなの死に報いるためにも。僕はずっとこの街ニューヨークでスパイダーマンで居続ける。